サンフレッチェ広島の青山俊弘です。いつも応援ありがとうございます。自分たちが、アウェーの試合で、よくサッカー専用スタジアムを、利用する時があります。その時に非常に、ファンサポーターの、距離が との距離が近くて、僕らにとっては非常にプレッシャーになる、と思いますし、見てる応援してくれてる方も、すぐ近くで、サッカーを見られる、選手の、息遣いだったり、ちょっとした声だったり、そういうのを、本当に近くで感じるっていうことは一緒に、戦っている応援に、応えれるような僕たちもプレーをする、そういうのが、もろに感じるような、それがサッカースタジアムの魅力です。今回の新スタジアム、について、まあ、非常に、平和公園に近くて、サッカーをするだけではなく、広島っていう街を、アウェーの、サポーターの方、やアジアチャンピオンズリーグで海外から来られる方に、広島っていう街をアピールできるものだと思っています。それにサッカーっていう文化が一緒に根付いていってくれれば、やっぱり広島でサッカーやってるっていう意味があると思うので、ぜひ新スタジアム広島平和公園近くにできればと個人的には思います。新スタジアムは、ぜひ旧市民球場跡地で、広島の、文化というものをそこで、サッカーと一緒に育んでいければと思います。ぜひ、皆さんと一緒にそこにスタジアムを作りたいと思います。皆さん、応援よろしくお願いします。